成田蓮は日本の男性プロレスラー。青森県青森市出身。血液型 B 型。新日本プロレス所属。学生時代はレスリング、剣道、野球を経験。2016年4月、新日本プロレスに入寮。約1年以上もの練習生期間を経て2017年7月4日、新宿フェイスにて開催されたライオンズゲートプロジェクト7の舞台で、 運の翔太を相手にデビューを果たす。試合は、時間切れによる引き分けとなった。2017年10月から12月にかけて、開催のヤングライオンハイでは、4敗1分けに終わった。2019年2月19日、ジャイアント馬場没後20年追前工業第2試合に、出場。悔しさを滲ませた。同年9月22日、 神戸ワールド記念ホールでのヤングライオン杯終了後、新日本プロレスロサンゼルス道場のコーチを務める柴田勝頼に対して LA 道場での修行を直訴。その後、LA 道場への海外武者修行が発表された。2020年12月1日アメリカで開催されたスーパー J カップ2020の第8試合に同じ LA 道場生のケビン・ナイトと組んで、 ヒクレオ・ケンタクミと対戦した。5月25日、配信の絵のエレベーションに初出場し、ロイス・アイザックスと対戦した。ありがとうございます。